眼鏡アクセサリーリコーーコドでございます今回は秒針付きの腕時計、まあ、私たちは三針と言ってますそれとあの秒針のない腕時計二針との比較ですねこの信号の出具合の比較をちょっと今してみたいとまいまあどのような感じかと言いますと右側が秒針ないタイプですね で左側が秒針についた時計です。これはですね、このように、信号を1秒ごと拾います、こういうふうに。で、秒針のないタイプですね。これは2信のタイプはですね、1秒ごとじゃなくて、これ20秒に1回信号を拾うんですよ。そういうちょっと違いがあります。 ちょっとなかなかこう、どういうふうに動いてるかっていうのはなかなかこう、わかりづらい面ありますけどね。そういう、あの、まあ、修理の時ちょっと目安になりますね。これ信号出てないってことはもう回路関係がダメだということになりますので、まあ、そういうね、修理の判断の人の判断材料になりますので。どうかですね。よろしくお願い申し上げます。